第19回ガールズチャンネル始まりました。皆さんこんばんは。サラの谷口智美です。はい、智美です。はい、さて今日も始まりました、はい、19回目ですね。はいはい、連休も終わりましたね。連休も終わりました。連休忙しかったですか、お店は。連休お店忙しかったですか。そうですね、結構ね、お客様が来てまして、ちょっとでも私途中で体調崩してしまって。そうなんですよ、そうなんですよ、ちょっと申し訳ないことをしてしまったので、あのすごい今流行ってるみたいなので、あの皆さんも風邪には気をつけてください。風だった。風邪でした。若干ちょっと今も喉も腫れてるので、若干今日はおかまみたいな声で話したいと思ってます。変わらない変わらないですけど。変わらない、本当。そう、全然大丈夫です。大丈夫。そう、でも今喉ね、痛める風邪が多いみたいなんで。本当ですか。だからね、お家帰ったらうがいで、ね、手洗いうがいはきちんとしていただいて、必ず必ず、はい、気をつけます。石井さんも、石井さん、石井さんも最近そうですね、ゴールデンウィークに、うん、あの私も美容師メッカンさんの、あとフジテレビさんを告知していただいた、そうですね、告知させていただいたイベントに参加させていただいたんですけれども、ステージ上でアレンジとかをやらせていただいて、うん、どんなアレンジしたの？編み込みしました。これなぜにこれですか？編み込み？編み込み？あ、なんか簡単にできるアレンジみたいな。そうなの。さだちももこちゃんっていうビビの専属モデルさん、専属読者モデルさんにモデルをしていただいて、うん、でとてもこうカジュアルな洋服を着てらしたので、編み込みでちょっとチェックのカチューシャやって、うんうん、あ、ちゃんと可愛い声した。ちゃんと喋れた？なんか喋ったんでしょ？喋りました。トークショーに出させて、うん、ちゃんと喋りました。ちゃんと喋ってたって石井さんに言われましたね。石井さんすごい良かったよ。なんでステージ誰が喋れてここで喋れないのかよく分かんないわけね、今。すごい見たい。なんかちゃんと喋れてたみたいなんですよ。それって流さないんですか？それは流れないね。あ、残念だね。いや、恥ずかしいです。残るもので頑張っていただいて。では恥ずかしいですね、あれは。でもちゃんと喋れた気がしました。何を喋ったの？内容はアレンジ、あ、どうやったらそう今日やってるアレンジはうまくできますかとか質問してくださるんですよ。あ、じゃあ質問されたことにちゃんとアドバイスをするっていう。頑張りました。よかったよかった。ちょっとね、噛みそうな気はしてましたけど、うん、噛まなかったですよね。噛まなかったね。そこって感じかもしれないですけど。すごい滑舌が悪いので、あの、あと芸人さんだけ、なんだっけ、ひろみ、ひろみ深見さんっていう、あと川北麻衣子ちゃん、川北麻衣子さんとね、フジテレビアナウンサー、フジのフジテレビのアナウンサーさんと楽しかったです。よかった。よかった。すごく楽しかった。よかったよ。よかったね。そんなゴールデンウィークでございました。よかったね。なんかすごい癒しの音楽流れてるね、今日ね。そうですね。ね。急にまた。ふとね。ね、今日は、うん、あのどこに来てるかっていうのでは、うん、ちょっとゲストの。うん。行きますか。はい。行きましょう。行きましょう。はい。こう振ってくださるんですか？あ、言ったら振るよ。普通そうでしょ。普通そうでしょ。普通そうですね。今日のゲストはですね、ノズさんにお邪魔してるんですけども、ノズの那須久美子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待たせいたしました。すごい。すごい、さっきとは全然違う髪っぷり。いいじゃないかっていう。なんか意識そうだって。確かに。そうなんです。すごいね。すごい。ね、並びを考えていただいたり、こういう感じで。そうですね。向こうがちゃんと喋るんじゃないかっていう。ね。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。初ですね。そうですね。初めまして。初めましてなんですよね。そうなんです。
ちょっとカメラに向かって自己紹介を、はい、軽くしていただけると。はい、六本木にあります美容室ノズのスタイリストやっております那須久美子です。よろしくお願いします。実はこう見えて、もうすでにこう見えてて、見えてるか、もう今年1になる年なんで。そうなんです、うん、もうこのお店の中では一応女の人の中では一番上になっちゃうんですよね。そうなんです。もううわーって怒ってる方だからって言ってるの、みんながキャーって逃げるから、私がキャーって言ってビビビビ言ってるから。結構怒りますか？いや、なんか結構これは多分今までの美容室、前の美容室は女の人がすごく多かったから、結構細かいことをすごく多分やるんですよね。女の人って多分分かると思うんですけど、気になるじゃないですか、トイレのなんか折り方がとか、そこ汚いとか、そういうの気になるんですけど、男の人が多くなると、うん、基本そこよりもう技術だみたいな感じで走りやすいから、女の人が、数少ない女の人がもう、うん、いやーってすごい言ってる感じです。ここ汚いとかやってよちゃんととか言ってる感じ。でもどこも一緒です、これは。でちょうど前回出てた千春さんの後輩に当たるんですね。なんでもう大先輩なんですけど、千春さん。先輩。千春さん、いただきましたか？見ました。千春さん、おぴゃーっていう感じなんで、私はその血を受け継いで、同じように中に行ってます。細かく言ってます。あ、やばい、千春さんに怒られてる。千春さん、見てるかもしれない。見てるかもしれない。つぶやいてて、危ない。さんの背中を見て、はい、背中を見て座っております。そこを見てに私言ってますよ、はい、言ってますよって、もう十分言ってます。すごい、でもいっぱい言ってもらった方が後輩は絶対いいですから。そうですね、うん、それでどうですか、初めて来てここ。もう入り口から最初多分1分ぐらいずっと前で。すごい、なんかもう全部見えるじゃないですか。もうなんか私と2人でとりあえずなんかもう、広すぎるみたいな、どこ座るみたいな。まず入れなかったんですよ。そう、中の人たちがあの二人おかしいみたいな。そうそう、入らないと多分不審者だと思われると思う。そうなんで、そうそう、入りました。本当に広いですよね。そう、うん、ここ今2階に、ここは今ちょうど2階なんですけど、はい、360平米あるので、どれぐらいですか、かけて1300ぐらいですか。あ、じゃあ360坪だから、ね、すごい狭い。何をかけたのかと思って、すごい狭くなった。一人暮らしの部屋に近くなってきた。そう、だから1300平米ぐらいですかね。すごい、すごい大きいんですけど。そうなんです、真っ白だし、ただもうホテルにいる気持ちになってます。真っ白で全部見えちゃうし、本当にすごいですよね。白を基調としてるんです。なんか表参道、ちょっと六本木っていうのは離れた場所にあるので、うん、結構あんまり そういう表参道界隈の人たちがあんまり実は知らない、ここはなんか隠れ蓑みたいな感じになってて、みんな中はどうなってんだろうとかすごい言うんだけど、うん、実際なんか見たことはないし、うん、まあ、来ていただいたら案内はするんですけど、そうだからみんななんかすごいノズってすごい聞くけど、どう実際はどうなってんのみたいな、中どんな感じなのみたいな感じでよく言われるので、うん、もうこんな感じです。真っ白です。真っ白です、本当に真っ白です。この部屋がいっぱいあって、最初来た時ここは何ですかみたいな。そう、全部扉式になっているので、シャンプー台も扉で、私たちがカラーブースとかも全部扉で開くようにしているので、お客さんからはどこ通っていただいてもそういう汚い部分とかは見えないようにとかしています。でもなんかその奥に何があるんだろうっていう好奇心がすごく湧きます。このお店作った一番は、曲線にこうやって作ったので、お客さんが見えないんですよね。あ、そうなんです。だからプライベートな空間は確保されるっていうのを一応テーマに作ってあるので、そうなんですよ。だから曲がる分鏡に映らないんですよ、あんまり。確かにこうあると全部見えますね。そうです。前後ろだと見えちゃうんですけど、ちょっとずれるので意外と見えなくなっていて、だから一つの空間としてできるように、横もすごく広くできてるんですよ、ね。
っていうお店紹介でした。皆さんに一応ね、のずのこと知ってもらうように。ブルブルと。ここだけ映ってると、なんかすごく植物あるここ植物あるように見えますけど、すごいですね、のずってこんな感じだっけ。ここのフロアだけ。あ、そう、ここのフロアだけなんです。下が、そこのフロアは音楽もチュンチュン系な感じ、チュンチュン系な感じ。下は結構もうすごい、なんかハウスとかそういうの流して、もうでもソファーも変わらないんですけど、ここはそういうちょっと癒しのさ、癒しの感じにしてるんですよ。なんかエステとかもできる。そう、エステもあって、エステはあのVIPルームのところ側にあるんですけど、VIPルームと。でも美容師さんは結構なんかいろいろ開けたくなる。なりますね。でもさっきあのすごい優しい方が、ここはですね、ちょっと教えてくださって。あるのもあるんですよ。そう、あるんですよ。すごいと思って。そうですね。以外にも何かあれですか、入ってらっしゃいますか。あと、ネイル、まあ、ネイルありますよね。ありますか。ネイルは多分一緒に併用されてるとこあるんですけど、ネイルは一緒にやっていて、あとエステとですかね。あとこの実はこのなんかこう見えなくなってるこの空間の中で、そうさっき開けた時に多分あったといたと思うんですけど、アカデミーの子たちがこんな時間まで、本当は4時で終わりなんですけど、本当にすごく練習するんですよね、みんな。アカデミーの子たちというのは、1年生じゃないですよ。1年生は1年生で別個にいて、アカデミーの子たちは卒業をしてもう1年の学校をノズの学校っていう形、ノズアカデミーという形で毎日専門学校を卒業して、卒業して月金で、え、3年生ってことですか。そう、3年生ってことです。で、ちゃんと免許取ってて、で月金で来て、で9時から4時までっていう普通の学校と同じことをやるんですよ。で1限目2限目って言って、私たちが教えるんですよ。私はメイクとか。で後にそこ卒業すると、卒業して就職はうちとか、まあ多分実家に帰って家継ぐとかいう人もいるでしょうけど、 ある程度切れるところまではもう、そういう感じになったんですか。だもう1年生だったら営業やりながらじゃないですか。もうギューッと詰まったことを実際働いてるスタイリストがもう教えちゃうっていう、すごいですね。っていう子たちがまだ練習してたんでさっきね、びっくりした。結構毎日いるんですよ、11時まで。そう、先生はもういないんですか。先生4時までです。そうですよね。そうですよね。私たちは先生